どうもこんにちは、ホーエリン業です。今日も山仕事に行ってきました。朝は例のごとくチェーンソーと重機のエンジンをかけてウォーミングアップをしていきます。グラップルとプロセッサーです。今日はこの2台を使いました。プロセッサーのグリスアップをしていきます。今日間伐した山です。ちょっと切りかかってますね。間伐のワンシーンです。抜刀方向を決めて受け口を作っています。裂け止め防止の斧目を入れてます。追い口を入れていきます。さあ木が倒れない。枝張りがすごいんでね、スムーズに倒れません。でも大丈夫です。今日は掛かり木を処理するための道具、フェリングレバーを持ってきてます。こうやって回すと倒れました。美しい。ああ可愛い、イモムシちゃんです。見守ってくれてます。修材を行っていきます。ウインチを気にかけてもらいます。グラップルで、上げます。上げた木はプロセッサーでさばいていきます。3メーター4メートルにこぎっていきます。今日はね、スカッとしない天気だったんですけど、気温がちょっと低くて山仕事的には非常に快適でした。汗もあんまりかかなくてね、作業しやすかったと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。